シコルスキー SB1 デファイアント SB-1 デファイアントデファイアント開発企業では SB1 と不統合の数学記号にて表記される開発企業連合内部の製品名はシコルスキー S-100N100 k V はシコルスキーエアクラフトとボーイングがアメリカ合衆国のアメリカ陸軍の軍用ヘリコプターの数種類の系列を完全に新規開発する計画である 統合多応と将来型垂直離着陸機計画の要求に応えて開発中の二重反転式ローターを特徴とするターボシャフトエンジンであるライカミング T55 を動力とする総発の複合ヘリコプターである2018年末の初飛行を予定していたが複合材料で構成された回転翼の羽をアメリカ陸軍の要求によりよりぶどまりを改善した 低費用積層のための自動積層形成法、オートメーテッドファイバープレイスメント、オルソーノーガズアドバンスドファイバープレイスメントにより制作することになり、追加の作業が必要となったため、初の試験飛行は当初の予定より遅れ、フロリダ州のウエストパームビーチにて2019年3月21日に初飛行となった。その後、 2019年3月の初飛行後から同年4月までの間に初飛行を含め3回の飛行試験を実施した後、地上試験日に動力試験機のギアボックスで不具合が見つかり機体は飛行停止となった。ギアボックスの不具合はベアリングのクリープ現象となっており、ベアリング摩耗により組み立て部品、飛行試験機体、風洞モデル以上3点のすべてに関する設計変更の必要が 発生した。こうして、問題発生後に再開された試験飛行は、当初の第4回目となる予定月日より、約5ヶ月ほど遅延し、2019年9月24日に、フロリダ州、ウェストパームビーチにある、シコルスキー社の試験場で、約1時間ほど実施された。SB1 デファイアントは、中型垂直離着陸、輸送機の機体規模の技術概念実証機を、 共同開発の上で試作した。デファイアントは英語で挑戦的な反抗的な傲慢なを意味する。当初は2017年の初飛行が予定され、さらなる開発のために陸軍によって評価されることになっていた。シコルスキー社は回転翼航空機の試験機で同じく複合ヘリコプターであるシコルスキー X2 の設計によって技術的な経験を積んでおり、 フェーズ1の開発に関して対抗するベルロッキード・マーティン企業連合を引き離している。ボーイングは戦闘任務システムの技術概念実証段階である。フェーズ2をシコルスキー社に対して指導的立場で関わる予定である。ボーイング・シコルスキー陣営はヘリコプター設計がこれまでに軍において最も使用されてきているという事実と 過去から現在まで同型態機種の設計開発に成功してきたという絶対の自信により、ベル社が陸軍に提出したようなティルトローター技術にはほとんど関心を持たなかった。2013年までにシコルスキー社とボーイング社は試験機シコルスキー X2 と K 武装偵察ヘリコプターシコルスキー S-97 レーダーの2機種に対して 約2億5000万ドルを費やした。しかし同人 A チームの回転移行航空機は、東方多応と将来型垂直離着陸機計画に関しては、想定される任務が異なることから、あくまでも、軽武装偵察ヘリコプターである S-97 レーダーの設計とは別の機体になる予定である。同人 A は SB1 デファイアント。 同人営のこれまでの最後の共同開発計画は、1980年代に、始まり2004年に取り消されるまでに、総額70億米ドルの莫大な費用を費やしたラ、ラマイナス66コマンチだった。彼らは、予算削減、要求の変化、長引いた開発期間が、偵察攻撃ヘリコプターラ、ラマイナス66コマンチに問題を引き起こしたものの、 企業チーム自体の機能不全は生じなかった。ラマイナス66コマンチ計画各社はこの航空機の機体構成の各々の異なる部分を分担して製造した。統合多用時、ジョイントマルチロール、JMR 段階では両社の従業員が協力し合った。チームは2015年にザサプライヤーとして自らの陣営を名付けた。 アメリカ東部時間の2019年4月17日、試験飛行の結果の成功の報告に基づき、アメリカ陸軍航空技術審査部は、当初の予定通り従来型の古いハネウェルエアロスペースライカミング T55 がマイナス 714A 機体に取り付けることを認めた。ただし新規開発のエンジンを搭載しないとはいえ、T55 には最新技術の成果を反映させる予定である。 ターボシャフトエンジンの圧縮機区画に採用された新技術により整備費用を削減し航空機の速応性を向上させ燃費を低下させることで有効荷重と飛行距離を伸ばすことができます。ハネウェルエアロスペース組用ターボシャフトエンジン車の上級生産管理者ジョン・ルッソ二重反転式ローターは高速化を実現するためアドバンストブレードコンセプトローターを採用している。 ヘリコプター飛行速度の限界も参照されたい。これは、リジットローターを用いた二重反転式ローターのことで、上下に配置された各々の回転翼の前身側の、羽だけで、すべての揚力をまかなう、交代側揚力を発生させないようにされ、利用しない形式であり、交代側の逆流や失速による、左右の揚力バランス喪失に対する解決策の一つとされている。 シコルスキー社は、シコルスキー X2 で収集されたデータをもとに、武装偵察ヘリコプター計画アームドエアリアル、スカウトとして重量が5、00トン回転翼の直径が34フィートの規模のシコルスキー S-97 レーダーを開発しており、これらの開発経過を踏まえてより大型化、大重量化した本機が開発された。 SB1 デファイアントは 250KN の巡航速度を持つが、費用低減のために、古いハネウェルエアロスペースライカミング T55 がマイナス 714A を使用した場合は、より少ない戦闘行動半径になる。ベル V-280 ベイラーが試みている、米陸軍の将来の手頃な価格のタービンエンジン計画プログラムからの資金提供を受けて、 新規にエンジンを開発した場合は、229、帰離の要求条件を満たす。従来のヘリコプターと比較して、同軸二重反転の主回転翼と、推進式プロペラは、185km、H の速度増加、戦闘半径が60%延長され、空中静止の性能に関して、高温、高知の悪条件下においても、およそ50%優れた性能を発揮する。 最高速度 300KN を発揮し、2017年12月に初飛行に成功しているアメリカ合衆国の航空機、メーカーウルヘリコプターとロッキード・マーティンが開発中のティルトローターキベル V-280 であると比較して高速化された巡航速度が約 250KN と幾分低速ではあるが、低速域内での機動性は、 最高機種のティルトローター形式に比べて勝っているとされる。このため、攻撃ヘリコプターに準じた派生形を開発するのに有利であり、SB-1 輸送型の護衛に性能差が均象となる同機種の攻撃系を同行させることが可能で、ヘリボーン作戦の損害率の低減に役立つと、開発企業側は説明している。シコルスキーボーイング側はまた、 アメリカ陸軍が2030年に初度作戦能力を予定することを求められる将来型長距離攻撃航空機ザ・フューチャーロングヘレンジアサルトエアクラフトの任務に関してティルトローター形式が前方投影面積が極端に回転翼を設置しなければならない同形式の必要性により横幅が大幅に増えまた機種の素早い回答に難があり 重刀を必要とするなどの不利な欠点が存在し、SB1 デファイアントの攻撃型はこれらの点で、ティルトローター機に勝り、また揚力に対し荷重を負担する円盤面積が、比較的小さい複合ヘリコプターの特性により、航続力を十分に確保可能であるとしている。2018年11月22日閲覧、ボーイング社の公式ウェブページ、統合多用途、 将来型垂直離着陸機計画への参加状況の紹介ありがとうございます。